どうでしたか？テスト。そう言ってもらえると嬉しいです。このあとテストの監督もないので採点をしちゃおうと思ってるんです。期待してますよ。残りの教科のテスト頑張ってくださいね。今、七転びさんと文化祭の打ち合わせをしていたんです。君が転校してくる前に文化祭の出し物は演劇って決定してたの。今日の打ち合わせは夏休み中の活動についてなんだけど、もう役は全部決まってるんですけど、あなたもぜひ裏方として頑張ってくださいね。一文字先生、そういうことなら私が頼みます。でももう先生はセリフを覚えることに専念してください。ちょい役なのですが。源氏物語の桐壺の役で。私だって出るんだから。牛の足だけど。だから皆さんそろそろ帰らないと。さよなら。お洋服のお洗濯してるの。ふずきのお洋服手作りだから手洗いオンリーなの。出来上がったから陰干しする。陰干し。それじゃあとしおくん頑張ってね。はい、ありがとうございました。君のような男と張り合おうと思っていたのは僕の大きな間違いだったらしいな。君など比較の対象にならないということだよ。違う、逆だ。この僕を君のような庶民と一緒にしないでくれたまえ。僕はこう見えても今年のクリスマスにウィーンのシュターツオーパーでデビューを控えているんだからな。先ほど弥生さんにワルツの相手を申し込んだところさ、弥生さんなら母もさぞかし喜ぶことだろう。いや、それじゃあ僕はお先に失礼するよ。日本史のテストだぞ。今日は俺が試験官するからな。みんな気合い入れて真面目にやれよ。よし、それじゃあ答案を配るからな。テスト時間は90分。それじゃあよーい始め。終わりましたか？よかったです。怖いですか？成績だけが全てじゃないです。そうですね。でもあなたが頑張っている私は知ってますから。あなた、留学の話を受けたって本当？はい。もう決心したのね。なら何も言わないわ。でも自分が何をしたいのか、何ができるのか、もう一度よく考えてね。如月さんが幸せになる道はドイツに行かなくてもあるっていうことかな。さて、保健室のお掃除してこなくっちゃ。それじゃあね。そうですね。まだ少し後片付けがありますから。いえ、大丈夫です。ありがとう。メバルがとっさりと型のいいアナゴが上がったんだ。この時期に釣れるなんて運が良かったぜ明日の夕ご飯、アナゴの白焼きとメバルの姿蒸しを作ってやるからな。さて、早速下ごしらえするぞ。そうだな、普通じゃないかな。そんなに好きな方じゃないし、でもお酒が強いといえば弥生と如月は底なしだな。睦月はワイン一杯で真っ赤になっちゃうし、卯月はウイスキーボンボンでパターン9だし、俺もビールをちょこっと飲む程度だけど、弥生も如月もガンガン飲むんだよな。そうだな、一番飲んでたのは中間テストの職員会議が終わった後で、あの時は5人で飲みに行ったんだけどさ、弥生は一升瓶抱えてグビグビ飲んでたし、如月は「僕は好きで」とか言ってボトル並べてたし、やっぱりどっちもどっちかな。お前が未成年だから気を使ってるのかな。それとも上ばみなどを知られたくないとかまあお前が20歳を超えたらみんなと飲みに連れてってやるよ。食事にしようぜ。藤木、お腹ペコペコ。私もです。睦月さん、おかゆの方が良かったんじゃない？いえ、休んだらだいぶ楽になりました。大丈夫です。だけです。大丈夫ですよ。いただきます。こんばんは。予定ですか？そうですね。24時間テレビを見ます。さつきさんが24時間ずっと起きていられるかかけようというので、チョコレートケーキを。いえ、3段重ねの3万円くらいのもの。絶対に負テストが終わったお祝いです。睦月と一緒にお休みしましょう。仲間に入れてください。よし、今夜はみんなで遊ぶぞ。そうね、羽目を外して楽しみましょう。まずはこれをどうぞ。お夜食ですね。みんなでミッドナイトパーティーしましょう。ねえ、睦月たちと初めて会った日、ものすごく面食らった顔してたでしょ。そうそう、俺の顔を穴が開くほど見つめてたじゃないか。初めは不安もあったけど、あなただからこんなにうまくいったのね。同居生活も。うん、だって君ってすっごく優しいんだもんね。はい、私あなたと暮らせて幸せです。照れるなって、お前の凄さはみんなが分かってるんだからさ。だって普通は無理だろ、知らない人と生活するなんて。でもお前はすぐ馴染んじゃって。そうですよ、私たちも勝手に押しかけた手前、どうしようって思っていたんですけど、あなたの優しい態度に救われました。どう？今の気持ちを一言。俺、お前のママになってよかった。はい、本当に。さあ、そろそろ休みましょうか。うん、そうだな。おやすみなさい。私、あなたの隣で休んでもいいですか？ダメ！睦月がお隣さんするの。はいはい、それじゃあじゃんけんね。それじゃじゃんけんぽい。よし、俺だ俺は右側取った。次は私ね。それじゃあ左側っと。いいもんずき、お手で伸ばすから。睦月、じゃんけん弱かったみたい。もう一度っていうのはダメですよね。たまにはいいかしら。なんかこういうのもいいな。